怪しい。どうも皆さん、ヤガチャチャ、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしますポポローグプレイ動画パート6でございます。前回までの数字、ロボットのパーツ探しを頼まれたいんだけど、誰が頼んでくれるかわかんねえ。こいつじゃね、よろずやだもうずっとこんな感じだよ。どこだよロボットのパーツ探しんの、全然見つかんねえ。さあ、というわけでございまして、怪しい建物のところに到着できるまでスキップ。頭にロボットのやつなんて書いてない攻略サイトがあって、いたわ。そこに置いてあるロボットの頭、どうやら他にも部品があるらしい。でもどこにあるのか。坊や、もしどっかで見つけたら持ってきておくれ、組み立ててみたいんだ。これだけでフラグが立った状態となっております。なのでこれでですね、ロボットの頭が置いてある建物か。なるほどね、わからへんわこれは。で、鍛冶屋から回り込んで右側にいる噂を教えてあげよう。ああ、親の許さぬ恋、トンクーのロミオとジュリエット、タイガーデパートの御曹司とドラゴン商会の一人娘、報われぬ思いに泣く娘は町長の家に、そして御曹司はいずこへ、果たして彼らを救う者はこのトンクーで現れるのか、いかじごよろしくね。まあこれはイベントを教えてくれてんでしょうね。で、ここのどっかにですね、よいしょ。ここのどっかに、ポポロクロイスの、兵士がいるらしいんですね。よろずや？これか？いねえな。なんだね、坊や、布団やベッドが珍しいのかね。よし、面白い話をしてやろう。その昔、夢の謎を研究する人々の町があってね、夢を追求するあまり、とうとう町の人全員が夢の世界に消えていったそうよ。何でも彼らは夢の世界に連れて行ってくれるベッドで旅立っていったそうよ。ほほほ、そんなおとぎ話、そんなベッドあれば見てみたいね。なるほど。なるほど、ここのどっかに、左下のよろずや、左下のよろずやってどこだ？ただここら辺にポポロクロイスの兵士がいるので、その兵士を助けてあげる作業をしてあげたい。いた！あれ、王子、ピエドロ王子じゃないですか。よかった、無事だったんですね。また将軍は迷路のような道ではぐれてしまいました。運よくここにたどり着きましたが、城へ帰れそうもないので猫でも眺めて気を紛らわしてました。王子、僕たちはここから、この世界から脱出することができるのでしょうか。大丈夫、きっと戻れます。だから元気を出して、まずはこれでお城に戻ってください。何です？これは。この竜の鱗を外で掲げると、歩かなくてもお城に帰ることができるんです。外でですか？歩かないで。うわあ！さあ、というわけでございまして、まあ町にはぐれてたですね、兵士も助けてあげることができました。さらにイベントをやっていきます。長っ。ですね、ここの町の北東にある洞窟の北東？こっちか。この先危険。この町の北東の先の洞窟の前にいる。洞窟があんのかな？よいしょ、ここ、いた。あんた、俺のライバルか。何のこと？隠すなって、俺にはわかるぜ。あんたもスタンプビンゴ、略してスタビンにメロメロなんだろう。俺もメロメロだ。スタビンこそ我が命、スタビンマイラブ。スタンプをムンズッと握りしめ、全身全霊を込めてバーンと押さの瞬間、ああもうたまらん、我慢でき、早くバーンしたい、バーンと。ところであんた、見たところスタビン初心者か。じゃあ特別にさすらいのスタビン野郎の俺様が一ついいことを教えてやる。いいかよく聞けよ。スタンプ台ってのはな、どんな町や洞窟にも必ず一つはある。って、俺も世界中くまなく回ったわけじゃねえからわからねえけど、それぐらいの心意気で挑まないと成果は出ないってことだ。お互いグレートな景品目指して頑張ろうぜ。というわけでスタビン野郎に会いました。
さあ、そしてまだ最後に大きなイベントがございます。でですね、まあ、とりあえずでございますが、ここからですね、先ほどの噂屋が、話していたですね、噂を対処していきまして、この町のですね、ロミオとジュリエットの、手助けをしてあげなきゃいけません。さあ、というわけで、まあ、手助けって言ってもね、というところで話なんですけども、いうわけで、びっくりした？ごめんね。今、奥の倉庫でちょっと取り組み中なの。デパートの社長の息子さんが結婚反対されたとかで落ち込んでらっしゃるの。気晴らしになるかもしれないし、あなた話を聞いてあげてくれない？なんて言われちゃうので奥に行きましょう。おー、そんな、こんなよくところによくいるなお前。し、今かくれんぼしているの。誰にも言っちゃダメだよ。僕の話を聞いてください。僕には愛する人がいるのです。だけど彼女は父の商売仇であるドラゴン商会の娘なんです。でも僕は彼女と結婚したくて父にそのことを話したのですが、反対されてしまって、彼女も親に打ち明けることになっているんです。彼女の方はどうだったんだろう。もし街で彼女に会ったら僕の思いを伝えてくれませんか。二人は離れられない運命なんだって。僕の思いはこの手紙に書いてあるのですが、これも一緒に届けてもらえませんか。そうですか、ありがとうございます。ライアンの手紙を手に入れたね。というわけでございまして、とりあえずよいしょ、お土産じゃないね、大事なもののところにはライアンの手紙ね。ダイガーデパートの息子ライアンがドラゴン商会の娘メグに宛てた恋文というわけでございましてですね、完全なお使いクエストでございます。これをですね、町長の家にいます娘ちゃんに渡しに行きたいのですが、町長の家はどこですか？それが分かってね。町長の家か。まあでけえんだろう。それ酒場だしな。それは宿屋だしな。町長の家か。どこだろうな。町長の家。あそこのデパートが町長の家兼デパートって説どう？ね、ドラゴン商会の、でもここはドラゴン商会か、あくまで。ここの2階にはいねえよな。よいしょ。ああ、座っちゃった。でもここ違そうだな。少なからず完全にお店だもんな。町長の家って感じじゃねえもんな。なるほどね。タイガーデパートと、ドラゴン商会ではそれぞれ得意な品物が違う状況で、結局トンクーの皆様はなんていうの、ある程度もうどっちも行かなきゃいけないみたいな、スーパーにこう横断しなきゃいけないみたいな状況になってるんでしょうね。さあ、というわけで町長の家を探さねばならぬのですが、構造上近いところに住んでるなんてことはないのかしら。んー、でもこっち灯台しかないもんな。灯台しかないもんな。町長の家が見つかるまでスキップ。これか。このでかい家じゃねえか。町長夫人、もしあなたドラゴン商会の関係者ではないですか。違い、あ、そうです。では一人願いますか。ドラゴン商会の方を上に通さないと音に固く止められておりますので、レッツゴー。あ、怒られた。関係者ではないですか。違います。これは失礼しました。ちょっと訳がありまして、音でしたら上にいます。何かお話があるのでしたらどうぞ上がりください。やっとこれで進められるっぽいな。で、町長なんかレイトン教授みたいだな。あの、ドラゴン商会の社長さんのそのお姉さんですか。お願い、ここにいることはお父さんには内緒にしておいて。いえ、そうじゃなくて、僕これタイガーデパートのお兄さんから渡すように頼まれたんです。行かなければ、あの人が待ってる。ふわー、ラブレターってすごい。
お嬢さんはどうしてしまったのでしょう。あなたの持ってきた手紙に何か重大なことが書かれていたのでしょうか。さあ、というわけでございましてね、急にね、いなくなってしまった二人飛び出していって、彼女慌てて出ていったけど、僕何かあったの？ラブじゃなくて手紙を渡しただけです。手紙？誰からの？タイガーデパートのお兄さんの。まあなんてことでしょう、2人とも思い詰めているのよ。街の外はめちゃくちゃだから、駆け落ちでもされたら大変だわ。そんなトンクーを出る前に何とかして止めなければ。お願い、僕も2人を探して。わかりました。さあ、というわけでございましてですね、ラブレターにはおそらくではございますが、二人が会うですね、待ち合わせ場所のようなものが何か記されていたのではないでしょうか。さあ、二人がですね、再び、二人が巡り合うために選んだ場所、それがどこかというところに向かって一目散に走るピエトロですが、おそらく道が間違っている。さあ、道が間違った結果、タイガーデパートを経由しなくてはならなくなってしまったのは完全にピエトロのミス、そして私のミス。さあ、タイガーデパートを抜けて、この町にですね、左側にあります灯台の、屋上にですね、実はあの二人はただいまですね、二人がですね、まあなんて言うんです、駆け落ちしそうになってるんでしょうか、どういう状態なんでしょうかというところなんでございますが、会いに行きましょう。さあ、というわけで階段を登った先には、あのお兄さん、お姉さん、坊や、いや、この町には伝説があるんだ。日本の灯台に二人で灯火を灯すと結ばれるという。僕たちこの町を出る前に試してみようと思って、どっかで幸せになれるようにって。僕そういうことよくわからないけど、なんかちょっと違うと思う。違う？町を出る前にもう一度話し合ってみて、お父さんとじっくり話し合えば、きっともしかしたらお父さんの気持ちもわかるし、僕の気持ちも分かってくれると思う。坊やの気持ち？ああ、ごちゃになっちゃった。僕いなくなったお父さんを探して旅してるの。何か大変なわけがあるみたいなんだけど、僕やお母さんに何も言わないで出て行ったの。残されたみんなの気持ちも知らないで。残された人の気持ち？わかった。もう一度じっくりと話し合ってみるよ。灯台の火も灯したし。さあ、ピエトロの言葉が少しでも胸に刺さったのでしょうか。さあ、勇ましい顔をして向かっていく先は、ダメだ、許さんと言ったら許さん。こと、お前たち二人についてはタイガーもドラゴンも同じ考えだ。許さんぞ。あの子供は引っ込んでなさい。でも子供はさっさと寝な。なんだ。あ、ピエトロ、こんなところで何してるんだい。それがじゃないよ、早くみんなを探しておいで。王様までいなくなったんだろ。でもお兄さんたちが。あんたって子はつくづくトラブルに巻き込まれやすいようだね。一体何がどうしたんだい。なんだあれは。子供と何を話してるんだ。うおお、
無礼者、この鎌が目に入らぬか。私は死神だよ。死神？お、本当かね。なんだいその口の聞き方は。信じてないね。ひいいかい、この若い二人は間もなく事故で死ぬ運命にあるんだよ。この少年は私の使いさ。そんな嘘だと言ってください。本来なら運命は絶対変えられないが、こいつが助けてやってと言うんでね、なんなら考えてもいいよ。本当ですか？ぜひお願いします。ただし条件があるよ。そいつが聞けるかい？一人息子のためなら何でも。可愛い一人娘のためだ、何でも言ってください。いいだろう、二人の命は助けてやるよ。その代わり、その代わりあんたたちの全財産そっくりだたこうかい。そいつが条件だよ。げむむ、なんだい、無理ならいいよ。じゃあね。待ってください。わかりました、差し上げます。娘の命が助かるのなら店もお金もそっくり差し上げますと。もう、わ、初めからそうすりゃいいんだよ。それじゃあ二人の命は助けるとするかね。ありがとうございます。よかった。まあなんなら全財産じゃなく別の条件でもいいよ。あんたらの気持ち次第だけどね。今度は何でしょう。お聞かせください。二人の仲を認めてやりな。あと喧嘩はおやめ。私は喧嘩が大嫌いなんだよ。そんなことお安いご用ですだろ、ドラゴンの。もう喧嘩も来てきた頃だしな。二人とも好きにすればいい。お父さん。いいのだ、私がどうかしていた。お父さん、娘一人幸せにできないものが従業員を幸せにはできんよ。ありがとうございます。娘をよろしくお願いしますよ。お母さん、これでほっとしましたわ。二人とも幸せにね。ピエトロ、これで気が済んだろう。さっさとお行き。ギルダさん、ありがとう。さあさあ、というわけで君のおかげで死神様も考え直してくれたようだ。これはわしからのお礼だ。ピエトロはもうこの剣を手に入れた。わしからもお礼をさせてくれ。こんなものしかないが受け取ってくれ。ピエトロはメテボも手に入れた。さあというわけでこれにてイベントが終わりました。さあ、今のイベントはですね、猛虎の剣をもらうためだけのイベントのようにも見えますが、実は今の、流れのおかげでですね、開いた扉もあったりします。ですので全然バカにはできないイベントでしたというわけでございますね。さあというわけでございまして、これでですね、とりあえず一通り、まあなんていうんですかね、大体の流れは終わったかなというところでございます。さてこの後ですが、どうしたもんかしらというわけでございまして、こうなってくると、あやかしの洞窟に行けるのか、あやかしの洞窟に行って大丈夫か、まあ大丈夫かというわけでございましてですね、危険と書かれてございました新しいダンジョンに潜っていきたいなというふうに思っております。さあというわけでございまして、実際問題ここでですね、ダンジョンの構造が変わっております。ですので例えばですけども、1回ですね、それぞれのところに、戻りに行っていろんなアイテムを獲得するなんていう方法を選ぶのもありじゃないかなとは思っておりますが、とりあえずですね、私はこの後進めるところまで進んでいくのとレベリングをしていきたいと思います。さあというわけでございまして、そうしましたら今回はそうね、あやかしの洞窟を抜けるところまでやっていきたいなというふうに思っておりますが、とりあえず今あるお金を使ってですね、一回できる限りの装備品のビルド等を行った上であやかしの洞窟に向かいたいと思いますので、ビルドが終わるまでスキップ。はい、というわけでございまして、やってまいりました、あやかしの洞窟でございます。さあというわけでございましてですね、ここはまた少し敵のパラメータが上がっていきますので、レベリングもしていきながらの進行になるのかなと思います。さあというわけでございまして、ホーリーマップとホーリーライトを打っていきましょうね。いつも通りの左下の通路トンク上ということでございまして、じゃあここはね、よいしょ、伝説の武具を求める者を待つ。なるほど、
まあそんな人もいないので、さあというわけでね、なんか熱中とか出てきましたけども、どんな感じの戦闘になるのか一回自動戦闘を中心で見ていきましょう。さあ爪引っ掛けてダイソンが26、前ダンジョンでレベル上げた方がいいんじゃないのこれ。あーでも抜けられないこともないか、一回一回の戦闘が重たいだけで無理ではねえな。うおこれは結構レベリングと苦戦必須って感じでございますが、結局ポポローグここら辺は全部ただのダンジョン踏破編になってしまいます。ですので、私も喋ることがなければ皆さんも見るものもない状況になりますので、レベリングになるかどっちかはまだわかんないですけども、というわけでございまして、こんな感じになっておりますダンジョンをですね、今から攻略していきたいと思いますので、あやかしの洞窟を出るまでスキップ。はい、というわけでございまして、30分ぐらいかな。かかったんですけど、あやかしの洞窟が抜けられました。右下の通路の先大十字路へ、というわけで大十字路へ移動していきましょう。さあというわけでございまして、あやかしの洞窟でまあこれがマップとしては4つ目ぐらいのダンジョンだったのかな。でこれですね、こんな感じで降りていくとわかるんですけども、まあ上下左右に道が伸びてるんですよね。あらあらあら、あなた誰？僕ピエトロだけど。ふん、私は見るとそんなことよりも来るとは見かけなかった。え、私とそっくりな子なの知らない？そっくりな子？イライラするな、双子なの。離れ離れになっちゃってずっと探してるのよ。ごめんね、知らないよ。そう、ピエトロ。何？頭に毛虫がいるわ。嘘。なんちゅう。まあ、ピエトロもそんな顔になるわな。さあというわけでですね、ここから行けるのが、まあ、全部この先危険って書かれちゃってるんですが、でなおかつアイテム屋があると。まあこれもまさにね、中間地点のような場所になっているので、まあここでアイテムも買うわなっていう状態でございますね。さあダンジョンの中でですね、手に入れたアイテムがですね、とりあえず未鑑定なものがちらそら、槍、ジャベリン、秘伝書、大旋風、銅の鎧、眠りの剣ね、というのを手に入れましたが、これに関しては、あ、銅の鎧が強いで、お、亀の甲羅、プリンスバッジはキープ、傭兵の剣はキープでしょう、なめし側はくさび片びら、兵士の盾はキープ、風のワッペンで魔力が上がる、魔道士の杖はキープ、革のローブキープ、盾に関してもキープ、魔法の指輪は悩ましいが魔力キープなので、まあ、こうなると、全体的にはありがたい水やらアイテムを買っとこうかなーっていう感じですかね。ちょっとね、まだどうしてもね、どこで落ちるかっていうのの恐怖心の中戦ってるところがあるので、ちょっと所持金を減らしとこうかなと。さあ、よろず屋にですね、道を聞きましょう。道案内ですか？私、商人なんですけど、まあいいですよ。上の吊り橋の左上の道をたどると私のふるさとトンクへ出ます。下の橋の左下を進むと、コロモックという村へたどり着きます。この村は揉め事が絶えないですね。上の吊り橋の右下をたどると何やら古ぼけた町に出ます。でもこの町には何もありませんよ。そして下の橋の右上の道の先にも町があるのですが、ご覧の通り橋が壊れていて進めません。旅人が訪れる価値があるのはコロモックですね。ここの学徒城は必見ですよ、ということでございますが、ですね、とりあえず、立派な髭を生やしたゴージャスな服装のおじさん、また来てくれないかな。開店したばっかりの時に品物いっぱい買ってくれて嬉しかったな。灼熱洞窟に入ってったけど大丈夫かな、ちょっと心配。それに引き換え、あの青い鎧のやつ、あいつは一体何なんだ。ねぎられまくて散々な目にあったよ、二度と来ないでほしいな。
とお客さんには関係ないことでしたね。どうもすみません。つまりこの道の先をパウロとガミガミが行ったことがわかりますが、この右上の道、失われた町というですね、何も意味がないところに等しいところなんですが、イベントがあるのと、あとはですね、この直前にあるのが石畳の迷宮というダンジョンです。でモンスターは非常に弱くて正直なんてことねえダンジョンなんですが、ここのダンジョンはですね、構成が変わってしまうと、運によっては探索率が 100% にならないっていうちょっと渋いダンジョンになってます。なのでこの無限フィールド帳を埋めたいぞなんていう人はですね、先に一回右下の石畳の迷宮に行っといてっていうところでございまして、こちらのデータもですね、先に石畳の迷宮に次回からはですね首を突っ込んでその上で進めていこうかななんていうふうに思っておりますが、とりあえず今回はこの辺でというわけでございまして、また次回動画にてですね引き続きの物語一緒に見ていきましょう。ここまでのお相手は私ヤガミこと矢上隼がお送りしました。ではまた次回にて See you next time, stay tuned. Bye bye.